ちんちゃこぱん、ささぴー先生です。今日は外国人から見た日本特有の文化についてお話ししようと思います。皆さんもこの雑学を頭に入れておいたら、土日後、驚かなくても済むこともあるんじゃないかなと思います。まずはこれ、数字の4と9は縁起が悪いです。理由は、4は死を表し、9は苦労の苦を表すからなんですね。マンションとか駐車場ではこの数字が飛ばされていることも多いです。反対に良い数字は7、次に3。日本人に贈り物をする、または数を決める際などにこの数字を意識してもいいかもしれませんね。次にこれ、地震が多い。ベトナムでは滅多に起きないので、出くわしたら怖いかもしれませんね。でも地震大国と言われているほどなので、建物などはとても丈夫に作られています。ちょっとやそっとの地震では倒れないので安心してください。ただある程度の地震でも、その家の中の家具が倒れたりとか窓ガラスが割れたりすることはあると思うので、地震が来た場合はそれらから離れて身を守る必要があります。また外にいる時も同じく、窓ガラスが割れて落ちてくる可能性もあるので、まあ、ビルには近づかない、またはビルの中に入ってしまった方がいいでしょうね。次にこちら、電車やバスの時刻が正確。特別な事情、故障とか事故とかない限り時刻は正確です。でも正確ゆえに、例えば9時の電車に乗ろうとしてホームに9時に着いた場合、もうすでに出発、乗り遅れてしまうので、少し早めの行動を心がけましょう。次にこれ、バレンタインデーは女性が男性にプレゼントをする。これ世界的に見ても独特な文化でしょうね。2月14日バレンタインデーは女性が男性にプレゼント、3月14日のホワイトデーはそのお返しに男性が女性にプレゼント、これが主流です。主にチョコをあげたりしますが、他のものをあげる場合もあります。またこのバレンタインプレゼントには本命チョコと義理チョコなるものが存在します。本命チョコは本当に好きな相手にあげるプレゼント、反対に義理チョコは本当に好きではないけどもお世話になっている、または会社の行事になっているなどの理由からあげるプレゼントです。ちなみにたとえ義理チョコであっても、プレゼントをもらってしまった男性はホワイトデーにその女性に対してお返しをするのが礼儀です。次はこちら、血液型を気にする人がいる。日本では血液型を用いた性格診断や相性占いなどが存在します。あの人 A 型だから〇〇でしょ、あの人 O 型だからねなんて人格を決めてしまう場合もしばし、さらには私は〇〇型の人と相性がいいんだなんて血液型が人間関係に踏み込んでくる場合もあります。ちなみにあるアンケート結果での男女相性はこうなってます。まあ私の場合血液型はほとんど気にしませんけどね。ただ血液型を聞かれることはあると思いますんで、土日前に自分の血液型を調べておいた方がいいでしょう。次にこちら、下着泥棒がいる。これベトナムにもいるんですかね、知らないですけど困ったもんですね。動機は様々だと思いますが、日本に存在することは事実です。なので女性の方、低層階1階や2階に住んでる方、またはマンションでもそのベランダがつながってる、
家に住んでいる方は、極力下着を外に干さず部屋干しをしましょう。盗まれたら気持ち悪いですからね。次にこちら、入学卒業時期が特殊。ベトナムはアメリカとかと同じ、だいたい卒業が6月で入学が9月ですよね。日本は卒業が3月、入学が4月となります。これちょうど桜の季節なんですよね。なので日本の卒業入学イコール桜と覚えておけばいいでしょう。あー、もしもし、まるまるさん、先日はありがとうございました。はい、例の件どうですか。はいはい、あー、そうですか、ありがとうございます。はいはい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。私もベトナム来る前までは日本のそれがまあ当たり前だったので何ら違和感はなかったんですが、海外に出て客観視してみると、まあ良くも悪くもなかなかに面白いですね。では今日のお話は以上となります。次回もお楽しみに。変がプライカッパランソーモッハイバートゥイボイシンカムーン、バイバイね。